皆さんこんにちは。キュウリ大好き、名前にキュウリを持つ男、田島キュウリこと木島隆太でございます。このキュウリを使って浅漬けを紹介します。うちのおばあさん村上明子、漬物の名人だったんですけど、その祖母から教わったこの短時間で漬かる浅漬けの極意、最後までご覧ください。じゃあまず材料なんですけど、キュウリ、とりあえず3本です。でも3本すぐなくなっちゃうから6本でも10本でもいいぐらい。さあこれを作っていきましょう。では木島式たたききゅうりからまずは作っていきます。初めて木島式たたききゅうりを見る方はぜひゆっくりじっくり見ていってください。まずきゅうりの部位、ここにヘタがあります。逆側があります。これよく位置を覚えておいてください。両端を切り落とします。でヘタ側下側から包丁で割っていきます。まず包丁を乗っけるんだけど、まっすぐじゃなくてちょっと傾けて、こういう感じで傾けて乗っけたら、ここから割っていきます。包丁を叩く、こう今叩き割れました。裂け目ができてるよね。これに沿って上側まで叩いていく。綺麗に縦に割れました。そうしたらもう一回逆側から下に向けて叩いていきます。でパカッと上げてみましょう。パカーンパカーンと、こういうふうに割と綺麗に取れました。でここで大事なのが、この種の部分あるじゃないですか。今この辺こうよね。種の部分は水っぽくなるので、こういうふうに取れるところは取っちゃいましょう。あとは食べやすい大きさにポキポキ折っていきます。だいたい5センチ長さぐらいに折れるといいかな。だから切るより叩いた方が味しみの効率はいいよね。短時間でやるときはたたききゅうりの漬物、おすすめでございます。さあきゅうりが全部割れました。これを醤油とお酢で漬けていくんですが、今日のちょいコツポイント、先に塩もみしておく。これね、うちのおばあさんから教わった技で、野菜を先に塩で下漬けって言うんですけど、下漬けしてまず水分を出してあげる。そうすると野菜から水分抜けるよね。そこに醤油とお酢を入れる。どうなるか、薄まらないんです。しっかり醤油とお酢が濃いまま浸かるから、味が薄まらず短時間で漬けられる。なのでまずは塩で脱水するっていうこと、これが塩もみの効果。ではやっていきましょう。今日も手軽に袋で漬けていきます。きゅうり3本分。でもこんな3本分なんて本当あっという間になくなっちゃうから、6本でも10本でもいいと思います。きゅうり3本に対して塩小さじ1/2、塩分のパーセントでいうと 1% ぐらいかな。これを入れます。はい、シャカ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 、まずはなじませる。まずは塩をなじませるね。なじんだら空気抜いていきます。口を閉じてちょっとギュッと押さえて、なるべく中の空気を抜けるようにしたら、上の部分をクリックリックリとこうする。で結ぶのは引き溶け結びね。これも木島で言った引き溶け結びとかやると多分動画出てくると思うから、見てない方は見て。そうするとこんな感じで浸かります。このまま15分ぐらい置いて、まずは塩もみを完了させる。触ってみるとかなりきゅうりが柔らかくなってます。もう一回袋の上からギュッギュッと揉んで、まずはこの出てきた水分を捨てちゃいます。でこの袋後でまたもう一回使いたいから、きれいにほどいてね。はい、ではこのままね、絞るよ。キュー、結構出るね。で出たら何度か優しく1、2、3、ちょっと位置を変えて1、こういうふうに揉んでください。力任せに揉むと袋が破けちゃって、袋の再利用ができなくなるので、これだけ水分が出てる。逆に塩もみしなかったら、調味料入れた後これだけの水分が出てきちゃう。それは味薄まるっていう話じゃない。ほら、こんだけ出ましたよ、ここから、ね。はい、多分きゅうり3本から 100cc 近く出てんじゃないかな。塩もみ状態、うん、すごく薄く塩味がついてるぐらい、うん、でも、まあ、ほんのりだよね。でここに調味料を入れていきます。今日はめちゃくちゃシンプル、お醤油、あとお酢だけです。もちろんここにお砂糖とかを入れてもいいし、ニンニクとか生姜とかを入れてもいい。で結局さ、この塩もみして
あと調味料を変えればめちゃくちゃもうバリエーションめちゃくちゃあるんですよ。今ここで話し出すとキリがないので、バリエーションの味付けについては試食の後話すので、最後までぜひ見てください。気になる方はね、見てってね。はい、空気を抜いてギュッと押さえて、そうすると液が上がってくるじゃない。この直前のところでこうぐるぐるぐるっとやって口を閉じていく。このまま、まあ常温で30分以上、まあ1時間つけてもいいし、なんだったらまあ最長一晩ぐらいかな、まあ、まずつけてみてください。実は事前につけておいたものがこちらにございます。いいじゃない、ほらこんな感じでいい色に使ってますよ。でこれこのまま食べてもいいし、こういうのもおすすめ。ごま油ちょこっと入れて、白の煎りごまシャカシャカシャカってやると一気に中華風の味付けになって、これも美味しいの。ではこれを盛り付けて、出来上がりです。お疲れ様でした。あ、まだビールがうまいね。まあ、一年中うまいんですけどね。いただきます。きゅうりがこれだけパリッパリしてるってことはどういうことかっていうと、しっかり水分が抜けてるってことなので、こんな短時間しかつけてないのに、やっぱりしっかり醤油とお酢の味も染みてるんですよ。でこれだけ味が染みてるのに、きゅうりの甘みっていうのがすごく出てるんだよね。これうまいわ。うん、だからきゅうりさ、5本10本もう叩いて塩もみまでしておいて、あとはもう好きな味付けにつけておいたらいろいろ楽しめますよね。これもめちゃくちゃビールも進むし、ご飯のあてにも、ご飯のおかずにも最高ですよ。もうたくさん作っておきたいやつ、おすすめです。でそうだ、あれだ、いろんな漬物の話、まあたたききゅうりやって塩もみまでするでしょ。俺ね、最近おすすめなのがわさび漬けとからし漬けなの。わさび漬けってあのさ、伊豆とかのお土産であるあのわさびの漬物あるじゃん。あれっぽい味付けにするやり方。何使うって言ったら、あれ普通は酒粕使うんだけど、酒粕あんまないじゃない。おすすめ甘酒です。甘酒の濃縮のドロドロのやつがあるので、塩もみにしたきゅうりをあの甘酒の素とわさびとお塩で、あとはまあ好みでお砂糖をちょっと入れる。これで絡めて1日置くと、きゅうりのわさび漬けめちゃくちゃうまいよ。でわさびの部分をからしに変えるんですよ。そうするとからし漬けです。よく小ナスのからし漬けってあるじゃないですか。俺あれ大好きなんだけど、あれみたいな感じでからし漬けにするのもね、最高に美味しい。洋風にしたかったらお酢、レモン汁、オリーブオイル、あと蜂蜜ちょっととか入れると、ちょっとねマリネっぽい感じのね、美味しい感じになります。水分抜いてあるから保存性も高まるから、こんなんだってさ、ごま油入れる前の醤油と酢の状態で多分冷蔵庫で口開けなかったら1週間ぐらい持つからさ、作りたくなってきたでしょ。ぜひこのきゅうりが安い夏の終わりの時とか、まあ一年中きゅうりあるからね、一年中作ってください。おすすめです。チャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。紹介した料理、紹介したレシピを作ってくれた方は、よかったらぜひ SNS でハッシュタグきじまご飯つけてアップしてみてください。きじまが喜びます。というわけでまた会いましょう。さよなら。